皆さん、こんにちは。ワナリグルビジです。では、今回は、パワー&レボリューション2019、日本プレーの続きをやっていきたいと思います。まあ、画面の右上にね、渡部晋三さん。まあ、おそらく安倍晋三さんを模した、キャラクターだと思うんですが、日本の国家元首、内閣総理大臣になっている渡部晋三さんでのプレーになります。で、前回までですね、韓国に対しての主な政策を中心にプレーをやってきました。まあ、昨今のね、現実世界での、まあ、日韓関係を鑑みて、まあ、韓国に対しての政策を中心にプレーをやってきたんですけども、実はロケハンを少し前に進めていたんですが、韓国と仮に戦争で開戦した場合はですね、どんなパターンであってもやっぱりアメリカが韓国側についてしまって、最終的にアメリカ軍にやられてしまうという、まあ、この結末を変えることがなかなか難しくてですね、もうしばらくの間はやっぱり経済力をつけて、日本独自の軍事力の強化と、あとアメリカとの関係改善、世界の各国との関係改善、これらを中心にやっていきたいと思います。では、早速続きをプレイしていきましょう。まずは、今お話したようにアメリカに対しては、軍事同盟をさらに、1段階高いグレードへとアップグレードをしていきましょう。日本国内の基地を10に増やします。10個ですね。で、さらに日本の中では間違いなく You've 軍 changed 事 the 力、deal 兵力 on の強化をね、ecological やっていきたいと思 issues. います。では、早速、軍隊の強化をやっていきましょう。まず軍人の数を、一定数増やしましょう。まあ、1万人ぐらいですかね、増やしていきます。給料は申し訳ない。据え置きにさせてくれ。で、ミサイルの数は、まあ、3000発ぐらいまで一気に増やしましょう。まあ、3000発のミサイルを持って、韓国にね、ミサイルの雨を降らしてやろうじゃないかということで、まあ、だいぶお金を計上する形になります。あと、視聴者の方から、戦車ってあればあるだけいいですよと、いう話ももらっているので、これもね、まあ、買っていこうかなというふうに思います。ちょっと待ってね。今、ミサイル1個しか買えてない気がするけど、まあ、ちょっと一旦いいでしょう。アメリカ合衆国に対してミサイルを、ランチャーですね。ミサイルのランチャーを40ほど発注しちゃいます。で、戦車ですね。ランク3の戦車を、これもアメリカから、もうとにかくね、アメリカや追従、アメリカにおんぶに抱っこという、まあ、この今の日本に 現実世界の日本と全く同じプレーをしていくのはどうなんだいというのはあるんですけどね。まあ、アメリカに頼った兵器輸入、兵器プランニングをやっていきます。ここは一様にアメリカから買っていきましょう。あと、ヘリの数も増やしましょう。まあ、一気にこんなにまた金を使うとね、いろんな不具合が出てくるんじゃないかなという気もするんですが、まあ、一旦買っていきます。あとは戦闘機、パイロットランクってなってるけど、まあ、戦闘機、個体のことだと思うので、戦闘機も、まあ、思い切って30機ほど買いましょう。戦闘機高いですからね。あと、空母も1個買いましょうか。ランク3の空母。アメリカ、フランス、ロシア。原子力空母かな。一石発注。これでちょっと様子を見ていきます。で、諜報機関ですね。Respective analysis coupled with the まあ、何をするでもなくと Our も、agent number 一応買っておきましょう。で、infiltrating the 韓 staff. 国に送り込んでいたエージェントです Vulnerable ね。ナ accepted. ンバーワンエージェン We ト。are therefore able to release a type E net informational profit. I 韓 mean, 国軍への潜入に huge 成功。しかも全くと言っ In ていい concrete ほど terms, 感知されてい our ない。extraordinary いい number 1 is in a ね。situation to obtain any よっ valuable て、information タイ of プ tactical IE ネット interest. 情報を流すことが Needless 可能です。to say, これは大 the きい。geopolitical このタイプ advantage clearly IE ネッ surpasses ト the 情報、ratio of E ネット情 138 報です to 1. ね。これが何を意味しているのかがちょっとわからないんですが、一つ言えるのは戦術的に重要な情報を入手することができるということ。これはなんかプラスアルファだね。タイプ E というのが何のことを言っているのか、ちょっと恥ずかしながらわからないんですが。で、
こいつは何なんだ、こいつタイプ1エージェントじゃないだろうな。シークレットエージェントになってるけど、石山博さん。手短に申しますが、今、韓国にいます。ここは美人だらけで楽園。まあ、韓国のね、女性はなんか綺麗な感じですからね。本当に。そろそろ仕事モードに入ろうと思ったのですが、明日の朝にします。今夜はちょっと予定がありまして、てへへってなってるな。いや、こんなハゲたおっさんさ、韓国の美女相手してくれんのかな？ちょっとそこだけ心配、石山博さん。あと逆にね、その韓国の美人スパイに捕まって、日本の国家機密を漏らさなきゃいいなってところですかね。さあ、トランプ大統領の話を、確認していきます。まあ、これはね、武器の輸入の話だと思います。ミサイルランチャー1個だけになっちゃったね。まあ、一旦受諾しておきましょう。で、さらに40機追加発注。で、これは戦車、装甲車。これ100個。100車なのかな？戦車とか装甲車って、数え方は車でいいんですよね、きっとね。ミサイルランチャーさらに37。ちょっと記憶にないですが、多分発注したんでしょう。ヘリコプターを33。で、さらに戦闘機30。これむちゃくちゃ高いなぁ。で、最後。空母。空母も、金がぶっ飛ぶね。ただ、虎の子の空母さえ手に入れれば、我々も、ね、今、護衛艦を空母化。まあ、実際にはね、軽空母だと思うんですけども、サイズ的には。軽空母っていう艦種はもう今や存在しないようなんですけども、さっきの対戦で軽空母と呼ばれていた、まあ、発戦力に相当するものになるのかなと思います。軍国主義にバッテンマークがついちゃってるね。平和主義連盟反乱軍による初張り中、まあ、ここはデモが起きたということですね。まあ、安倍さんがね、いや、違う、渡部さんだ。渡部さんが、がっつり。軍国主義の道を歩んでますからね、今。The rioters have taken control. どうする？ここまで暴徒化が進むと結構きついよね。で、東京での暴動ですね。どうしよう。市に入って確認しますか？様子を。まあ、確認をするにしたってで、ちょっとどういう状況なのかっていうのは見ておかなきゃいけないので。いや、たださ、ここ催涙弾とか使ったらどうなんだろうね。ちょっと怖いけど。さて、ここはどうしようかな。新選挙の提案とか危険すぎるな。テレビに出演だろう。催涙弾とか使うとろくでもないことになるんでやめましょう。まあ、間違いなくね。冒頭が、ちょっと待ってくれ。政府の軍隊方針に対するデモ行進で15万人。まあ、デモ隊側のね、いわゆるその発表と、政府の公式見解というのは往々にして違うことが多いと思うんですけども、ただ、総参謀委員長、石原総長は、こちらのね、対応に関して支持を表明してくれていると。困ったな、この民衆のデモをどう鎮圧するかね。一旦様子見しますか。The rebels have stopped fighting. Our actions on the ground have definitely made an. 一旦これで解決したね。よしとしよう。で、あとは内閣の改造というか人がいないところがあるので、そこに人を入れていく。いや、大丈夫だね。司法大臣もまだ健在だね。問題ない。ここで問題がなければ時間を進めていきます。支持率 100% のままだ。まあ一部
まあ、確かにね、デモ隊がいたのかとは思うんですけども、まあ、それでも支持率は下がっていないところを見ると、15万人っていうのは言い過ぎだね。何辞職したか、谷垣。内閣の司法大臣を新しく任命していきましょう。誰にするかな。まあ、司法大臣なんで、政府与党の中から当然出していく必要があるんで、誰にしようかな。ちょっとここは中身を見ていきましょう。それにしてもさ、あれだよね。女子の顔がね、まあ男子もそうなんですけど、なんかいまいち、こう、惹かれないものがあるよな。岩野千恵さんは？岩野千恵さん36歳。司法大臣に36歳でつくなんて異例中の異例ですよね、きっと。しかも、どうしようかな。谷垣和貞はもう今辞任しましたからね、自ら。鈴木一平。鈴木一平さんにしますか、星優派。まあ、基本保守しかいないはずなんで、自民はね。複雑響さんにしますか、60歳。盤石でしょう。現在の支持率 73% あれば。彼女に、司法大臣の、まあ、重責をね、担ってもらいます。ここはなんか、冒頭で出ていた、まあ、開口式の様子になりますかね。まあ、圧倒的な軍事力をやっぱり持っていかなきゃいけないので。We are hearing that violent confrontations are underway in the city, following the judicial decision that discharged an incriminated police officer who killed a young delinquent with his service weapon. まあ、とりあえずシリアには義援金を送っておきましょう。で、こっからだよね。ちょっとポイントになってくるのが、まあ、確かに依然として支持率 100% ですけど。The rebels have set up a barricade. It shows how determined they are.The conflict could continue. どうするかね。あと中国のマフィアからは、2000丁のアサルトライフルを買っておきます。Fine, automatic machine. The rioters have taken control of the square. 市役所が反乱軍によって占拠された。The pictures are being shown again and again. 支持率 100% というのが嘘のようだね。まず東京の暴動からちょっと少し対応していきましょうか。平和主義連盟ね、もうテレビでね散るように言ったものに関しては効果がなかったので、まあ、警察権の強化からかな。で、もちろんここ仙台の方はまずはテレビ出演して散るように促しましょう。そっからですね、つて響き、おい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 響き、お前いきなり任命してあげたのに力不足とこの渡部晋三を弾劾するか。やってくれるな。財政赤字も膨らんでいる。まあこれは武器を大量購入しましたからね。当然財政赤字は進みます。で、響き、今度は何だ、速やかに応援部隊を派遣するように、間近の警察署にし、まあこれ警察権強化しましたからね。で、あとはパキスタン、ここも2000丁のライフルを買っておきます。Fine, automatic machines. ボードをなんとかね、終わらせたいので警察隊を投入していきましょうか。そしたら
グレネード、グレネードとか投げたらもう終わりだろう、本当に。こんなとこですかね。これで暴動が終わってくれればいいんですが。The rioters have taken control.いやそんなにさ、国を守ろうとする動きが良くないかな。軍事介入。いや、軍事介入じゃないよ。警察の介入だからさ、あくまでも。ミサイルランチャーが脳に品質されましたね。本当に、あそこだけは気をつけましょう。パッケージは being delivered。このね、画面右上に出てる、今 100% という驚異の、まさに脅威の支持率を得ているので、これをね、下がらないように気をつけましょう。アメリカでも何、災害ですね。ここは現金送っておきます。親友、笹崎一平。相棒、私は人生の中で一人しかパートナーを持てないとは決められていない。だからそれにイライラしてはいけない。そして私はそうしたいと思った時にパートナーを変える。いや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 、これさ、渡部晋三の親友がこういうこと言うかな。離婚は簡単で、その後には素晴らしい結婚式が待っている。いやだってさ、渡部晋三さんのね、その親友ってなるともう相当な年齢だと思うんですけど、いやー、笹崎一平。なかなかの食わせもんだな。カナダでも災害か。なんか災害多いですね。なんか地球温暖化をね、コントロール、マネージするゲームっていうのもあって、それもちょっとやってみたいなと思ってます。ちょっとゲームの名前がすぐポッと出てこないんですけど、パッとかな、出てこないんですけど、地球温暖化をね、いかに食い止めながら経済を発展させるかっていう、趣旨のシミュレーションゲーム。が出ているようなので、それもね、ちょっとやってみたいなとは思ってます。まあ、僕はもうほとんどシミュレーションゲームしかやらないので、こういうシミュレーションゲームあるよとかっていうのが、もしね、ご存知のもので面白いものがあれば、ぜひ、動画のコメント欄、もしくはツイッターの方まで、お寄せいただければね、プレイの方はしていきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ようやく反乱が終わったね。カザフでも災害。ここは義援金送っておきましょう。アマゾンでもなんかね、森林火災が結構深刻化してましたよね。しばらくは安定した政権運用ができそうだな。今、東ドンバス、解放戦線、ウクライナでの戦争と、あとはアフガニスタンだね。それにリビア。この辺りで、まあ、紛争が起きています。と、イエメンとかね、起きているんですが、あとパキスタン、アフガニスタン。この辺りだけですかね。国際ネットワークを共に作ったら、隣国とのパートナーシップによって改良されると。国内高速鉄道ネットワークに対して隣国と連携が必要というのが、ちょっといまいちピンとこないけど、どういうことなんだ？海外に鉄道を売っていくっていうのはね、当然ありだと思います。台湾、韓国、このね、アジア近辺だと台湾、韓国、あとは大連、上海、それにシンガポールとタイはね、たまに行きますと。香港も行きますね。ちょっと香港今なんか荒れてますけどね。香港は、11月の2日、3日だったかな、マラソン大会があって、それに参加する予定で、一応ね、奥さんと行く予定になっていて、チケットももう手配済みですね。で、その前、10月の何日か、2週目か3週目かには上海に、これもちょっと奥さんとね、用事があって行きます。そして、その前10月、
5日だったかな、第1週目だったと思うんですけど、もう久しぶりに待ちに待ったタイ、バンコクへの旅行が待ってるので、そこまでは辛い社畜生活を耐えましょう。では、ちょっとここで他国の軍事状況を確認しておきますか。まずは、防衛予算のところですね、見ておくと、日本が、まあ、数字だけで見ますね。もう、単位つけるとややこしくなるので。6398に対して、アメリカが86000なんで、まあ、10倍以上ですね。中国が34000なんで、まあ、約6倍。まあ、これだけ見てもね、ちょっとこのまままともにアメリカ、中国とぶつかっても勝ち目がないというのが見て取れると思うので、もう少しね、軍事力、軍事予算を上げていく必要があるのかなとは思ってます。 Here is our growth forecast. とはいえまたね、暴動がじわりじわりと起きて来られても困るといえば困るので、ちょっとそこは慎重な上にも慎重にいきましょう。空母をもうちょっと増やしますか。アメリカから空母をさらに一隻調達しよう。で、綿口久野さん、日本自由主義戦線の代表ですね。我々は合理的であり続け、存在になってはならない。まあそうでしょうね。いや、 OK って押して何が起きるのかっていうのがわからないけど、うん、空母をこれ以上我々に売ってくれないと、そういうこと。ちょっとこれは空母の輸入先をフランスに変えてみましょうか。フランスもね、シャルル・ド・ゴールっていう、ちょっと名前シャルル・ド・ゴールだったと思うんですけどっていうね、原子力空母持ってますからね。もっとここで、大韓民国包囲網、まあ韓国ですね、ナンバーワンエージェントから作戦の準備が整ったという報告を。どんな作戦なんだこれ、注目だな。我が国のナンバーワンエージェント石山博樹、あれ石山博樹ってさ、あのハゲてたやつじゃないの。マジか。石山博樹は大韓民国の参謀長の自宅に潜入。すごい。彼の秘書を利用した。いやー、石山博樹、すごいじゃないか。石山博樹ってだって、ね、韓国美人だらけでウヒャヒャーみたいなこと言ってたやつですよね。すごいねー。ありがたい。頼むぞ、石山博樹。まあ、韓国のね、美人と楽しいことをするのは全然 OK です。Be attributed to the team's nervousness. で、ロシアに対してですね、ホイモ、ヤマロ、ネネツ、油田、まあ、いいになってますけど、油田でしょうね。破壊作戦を中止、まあいいでしょう。ロシアに喧嘩を売るのは危険なんで、やめておきます。いや、これ一瞬石山博樹かと思ったけど、福本博明さん、スポーツと青年担当の官僚さんでしたね。お、石山博樹来たな。参謀長暗殺作戦終了。やるな。参謀長暗殺したのか。一瞬のことで即死。ただ安心してはいられません。できるだけ早く戻るように言われたのですが、何日かソウルにいる用事がありますものですから、今日はその許可をいただきに上がりました。というのは、急用がいくつかありまして、まあ彼女、ミスンというのですが、今回彼女の体が求めることの手伝わなければ生涯バカ呼ばわりされると言いますか。彼女に本当の恋愛とは教えるのはヘンデルの未発表作品を探すようなものでして、というわけで数日したら帰ってきます。石山博樹、ちょっとその極意を教えてくれ。このルックスでナンバーワンエージェント石山博樹、参謀長暗殺官僚、これ韓国に大ダメージですよね。まあ、日本がやったってバレなければ何でも OK です。では今度は母艦空母ですね、フランスから購入していきます。
これで、日本は空母、原子力空母2隻っていう体制になりましたね。もうちょっと確認していきます。欲しいものがあれば買っていく。護衛艦、潜水艦の数もちょっと増やしたいし、潜水艦も欲しいよね。原子力潜水艦持ってないんであれば、原子力潜水艦を買っていこう。ドイツ、ロシア、フランス。ちょっと待ってね。今これ、ランク3なんですけど、ランク2はどこも持っていない。ランク1はブラックマーケット。ブラックマーケットがさ、原子力潜水艦持ってるってやばくないか？いやー、すごいな。いや、これは原子力潜水艦買おう。フランスから。ね、原子力潜水艦はいくらあっても困らないので、まあ、お金がかかるっていうこと以外は特に問題はないでしょう。で、あとは衛星はね、5機まで増やしてあるので、一旦これでいいかなと思います。護衛艦だな、護衛艦。護衛艦はアメリカから。10隻ほど調達しましょう。で、The rioters have taken control of the square. The pictures are being shown again and again in the media. いやー、これまたあれだな。空母買ったことによる国民の犯行だな。困りましたね。安易に、送り込めない？いいですし、さらに言うと、まあ、とはいえ、防衛費はね、増額をしていかなきゃいけないという部分もあるので、もう複雑響きだな。平和主義連盟、まあ、デモ側の発表によると15万人っていう話ですね。まあ、結局香港のデモを一つ取ってみても、主催者側ね、100万とか言いますけど、政府側は、2万人ですとかって言ってきたりするんで、まあ、そこの乖離っていうのがものすごくありますよね。今回の15万人っていうのも、デモ側の主催者側の発表によるものなのか、それとも政府側なのかっていうのは重要かなと思います。とりあえずテレビに出演して、対話を求めていきましょう。The rebels have stopped fighting. Our actions are... また福崎響か。いや、テレビに出演してさ、しっかり演説したじゃないか。それに際して、テレビへの露出を増やしても基本的に効果は薄い。そこしか抗議の手が上がっていますが、そこかしこですね。反応があるということはないよりはいいでしょう。まあそうだね。右へ習えだと、まあ確かに面白くないですからね。You are giving our country a big breath. さて、これは原子力潜水艦ですね。買っていきます。もうこれ以上の軍拡は厳しいのかな。次の G7 ですね。これは実際にあったイベントと全く同じで動してますね。Your presence is of course to like...はい。ではね、30分経ちましたので、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回さらに軍事力の強化を行っていきましょう。韓国の戦力がどれくらいかというのは、まあ、しっかり見極めていきたいんですけども、まあ、少なくてもね、まあ、いわゆる、軍のトップ、参謀総長は暗殺しましたからね。これによって韓国軍が混乱したり弱体化したりしてくれてればいいかなというふうには思っています。で、次回はですね、さらに戦車、あとは護衛艦、ミサイル、このあたりをどんどん買って戦力を増強していきたいなと思うんですけども、これに対する国民の反感、これをどう反らしていくかというのもテーマになるかなと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。
はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。